久保さん、久保さん、朝日ですね、朝日ですね、眩しい。まあ、今回は何しましょうか。あ、そうそう、誰に売るかにしましょうか。誰に売るか、あのパソコンのまあ話してたんですけども、まあ確かにね、データね、データ問題ありますよね。じゃあ仮に僕が久保さんにパソコンを売ったとして、久保さんがハッキングして僕のデータを盗んで悪さをして貶めよう、もしくは何かをしようってなるかっていうと、まあ絶対はないかもしれないですけど、多分絶対ないと思うんですね。絶対はないかもしれないけど絶対だと思います。まあ、なぜならば、まあそんな、もし久保さんがそういうことをするような人とこんなやり取りしないですよね。おそらく。だから結構その誰に売るかって大事だと思うんですよね。だからまあ僕はあのパソコンもちろんクリーニングして、あとあのなんだ、アップルがそのもうアップルの公式のページにも書いてありますけども、まあ、何かその売買をする人に渡す場合はこうやって初期化してくださいっていうマニュアルみたいのがありますんで、その初期化をしてお渡しします。でまあその初期化しても、まあね、本当に凄腕のプログラマーとか凄腕のハッカーだったら、アップルが公式にその初期化してくださいねって言ってるやつをね、超えられるかもしれないですけど、果たして久保さんはそれを超えられるのかと。アップルが正式にその初期化 してやってくださいって書いてあるやつを、それも破れるかっていうと、まあどうなんだろうな。まあもしかしたら久保さんがハッカーか、ハッキングできるスキルがあるかわかんないですけど、まあないでしょうね、久保さんに。まあ久保さんは僕のパソコン買うことはないですけど。まあ今回ね、僕が売る人はね、まあ僕のとりあえず信者です、ファンです。僕の昔のその15インチのパソコンも売ったんですよ、その人に。はい。で、この前そのメール一通送って、まあ前からちょっと言ってたんですけど、で、まあメール一通送って、まあ動画も添えて、で、買いますっつってね、即決で。即決で即入金ですね。はい。なんでまあ、まあ R34 に関してもやっぱその、大切に僕を知ってて、ファンの人に売りたいなと思うんですよね。だからその業者さんから連絡来るんですけど、買いたいですっていう。まあ業者に関しては多分ね、僕のこと知らないんで、ただ R34 が市場価値が上がってるから安く仕入れたいみたいな感じで来るだけなんで、ただその誰が使っていたのかっていうところの価値ですよね。それをやっぱ汲み取ってくれる人、ファンの人にやっぱ売りたいですよね、売るんだったら。だから商品を売るときもそうで、これ誰に売るかっていうのは、久保さんもまあいっぱい体験あると思うんですけど、売る人を間違えるとトラブルになるっていうね。そう、売る人を間違えるとね、トラブルになるんですよ、これね、久保さんね。でも売る人がいい人だったら、すごい結果を出してくれるんですよ、すごい結果をね。でもね、これはね、売ってみないと分かんないっていう部分もあるので、一概には言えないんですけど、まあその不特定多数にコンテンツを売っていく場合はね、そう、なんかこれは難しいんですけど、ただ僕が編み出した方法としては、そのフィルタリングですよね。フィルタリングに関しては自分が圧倒的に発信していくっていうフィルタリングをかけるっていう、まあこれしかないんですよ、防御策は。だから攻めでもあり防御っていうね。まあ、圧倒的に動画をこう公開していって、フィルタリングしていって、でそれで売っていくっていうのが、まあ5年やってますけど、だんだんやっぱね、いなくなってきましたね、そういう変なお客さんは。そうだから結局その発信ガンガンしていくことによって、本当に守りにもなるっていうね、思いましたね。でちゃんと真面目に発信してずっとやってると、やっぱね、そういう人が来るんで、見せかけのテクニックですよね。
なんかその見せかけのテクニックはいくらでもやろうと思えば誰でもできるんだけども、その見せかけのテクニックで来る、あの釣られる人っていうのはやっぱりその変な人なんで、うん、まあ僕も久保さんも変な人なんですけどね。そう、僕も久保さんも変な人なんだけど、うん、だからこれからもね、いいお客さんにいい商品を届けたいんで、まあ発信続けていくし、もう鬼のようにやりますよ。そう。まああとはまあ安い商品を売りまくるって感じですかね。フロント商品をこれからもいっぱい作ってって、まあまた今月末も商品売るんですけど、フロント商品をガンガン売ってって、その中で本当にやる気ある人だけバックエンド入っていただけるという形を取りたいですよね。そう、一発ドカンじゃなくて、もうこまめにね、もう安い商品買ってもらって、見てもらって、あ、この人から、習いたいと、そう思ってくれた人だけにドリアカに入っていただくと、うん、やっぱね、速稼塾の価格帯うまいなと思うんですよね。あれは売りやすいですよね、やっぱ頭金3万は。だから僕も最終的にはね、そうしたいんだけど、でも しないですね僕は。それはまあ僕は他の商品いっぱい作れるんで、まあ頭金3万ですみたいな、その3万の商品とか2万の商品とか1万の商品とか、別にそれは他で作ればいいんで、ただね、やっぱね、ビジネスっていうのは、ね、価格のセンスもありますんで、頭金3万っていうのはね、いいっすよね。センスありますね、久保さん。まあでもね、これもいろいろ、いろんな経験値をもとに、いろんな商品価格で販売してきたからこそ、このちょうどいい塩梅ですよね。一番この手が届きそうで、しかもまあ取れる、しっかり取れるっていう3万円っていうのが非常にいいんじゃないですか。頭金3万円、はい、速稼塾いいんじゃないですか。頭金3万で入れるわけですからね。そう、僕は頭金3万じゃドリアが入れないからね。120万です。120万ですよ。まあ、今年ね、初めてその120万でセールスしますけど、まあ、どんな人が来るか、もしくは売れるか売れないか楽しみなんですけど、まあ、とりあえずやれるだけやってね。ドリアカ120万セールス、今年が初めてなんでね、頑張りますよ。まあ、あとね、その中古車ね、10万キロ説も、あれも、僕からすると嘘だと思うんで、そもそも日本車っていうのはすごい頑丈に作られてるので、10万キロぐらい走っただけで価値がなくなるっていうのは、それはあくまでも中古市場の話であって、本当は実際にね、いっぱい走れるんですよ。だけどそのまあこれ多分社会の闇だと思うんですけど、要はみんな中古もね、じゃあ10万キロ以上でも余裕で乗れるよっていう情報が流れて洗脳されてたら、新車買わなくなるじゃないですか。ね。新車買わなく、売れなくなるので、多分その新車売るための10万キロダメだよ説だと思うんですよ。僕のこれは見解ですよ。まあそりゃそうですよね。でも実際そうなんで、みんなが中古ばっか買ってね、新車誰も買わなくなったらどうするのって話で。だからそのぐるぐる回す、新車と中古をぐるぐる、その中古車屋さんもいるし、新車売ってる会社もあるから、この両方を両輪回すためには、10万キロを一つの基準として価値を下げていくっていう、これをぐるぐる回すことによって、まあ両方流通していく。中古屋さんも、新車の、なんだ、新車の商品が売れなかったら中古に回ってこないので、だからこのバランス感覚が大事なんですよ。バランス感覚が。中古屋さんで飯食ってる人もいるけども、中古車も新車で買う人がいなければ中古で回らないし、でその中古がいいよってなると新車売れなくなるしね、これ闇ですよね多分。僕あの34GTR ね、20万キロ23万キロか乗ってますけど、すごいなと思いますよ。もう全然余裕ですからね、全然エンジン全然余裕。まだこのフィーリング出るのかっていう、まあ全然遊べるし、全然楽しいですよ。日本のものづくりのその、
すごいなと思う。まあメンテナンスはしっかりしてますけどね、しっかりオイル交換もしてるしね、全部見てもらってるんであれなんですけど、そう大事に乗ってればね。そう久保さん、あのねタクシーね、僕びっくりしたんですけど、あの TikTok 見てたらすごい動画があって、タクシー、これはねマジおすごいなと思ったんですけど、タクシーで何万キロ走ってるタクシーがこう出てたかっていうと、久保さんこれはね脅威ですね。130万キロ、130万キロ乗ってるタクシーがいたらしくて、なんかトヨタすげえみたいな、やばないですか久保さん、130万キロってさすがにビビりましたね。130万キロ乗ってる、しかもまあすげえ年季入ってるタクシーなんですけど、130万走れんのかみたいなね。130万はすごいですよね。なんかタクシーで60万とかはなんか見たことあるんですけど、70万ぐらいは、60、70は、130万キロすごいですね。トヨタ恐るべしみたいな。すごいですよね。なんかそのね、100万キロまで乗っても余裕だよみたいな情報流れてたら、ほんと新車売れないですよね、多分。まあ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 、一部は売れると思いますけどね。やっぱ飽きたりとか、違うもの乗りたいとか、やっぱ最新のもの取りたいっていう人がやっぱそうはいるので、まあ、売れないことはないですけども、全然ね。一部は新車買うと思うんですけど、やっぱその、サイクルですよね。サイクルをこう早めていくためには、やっぱ10万キロ一つの基準として、もう手放そうぜと。もうあんまよろしくないよっていう情報を流しといた方が、まあいいんじゃないかなというところでございますけど、まあ僕から言わせると、大切に乗れば、大切に乗れば、結局は、長く持つってことです。まあこれは全部そうですよ。ね。だからどんなにすごく作られててね、ものづくり日本の技術が投入されてたとしてもね、それをね、粗末に扱ったらそれはね、乱暴に扱ったらそれはまあ寿命は縮まると思いますけど、ちゃんとメンテナンスしてちゃんとね、やっとけば、まあすげえ長くいきますよ。だ久保さんが言うようにね、そのセルシオの話もそうなんだけども、15万キロ乗ってるってことは15万キロ大切に乗ってきたってことじゃないですか。で、そのログだったりも残ってるし。そう。だ逆に言うと、その15万キロ大切に乗ってきたっていうところに価値があったりするんだけども、まあ、一般的には15万走ってるから安くなるっていうね。本来だったら逆を言ってもいいと思うんですけどね。大切に乗ったからこそ、そこにそのしっかりメンテナンスしてるっていう、まあ、信用が乗っかって、なんだろうな、高くなってもいいんだけどね。そう、まあ、高くしたいですよね。大切に乗った車だからこそ高く売りたいですね。逆に言うと、大切に乗った車だからこそ、それをその価値を感じてくれるいいお客さんに売りたいですよね。いってらっしゃい。